都市の問題とは別の地域特有の問題についてどういうふうにこう経済の活性化も含めてお考えですか。はい、それまで地域経済を活性化させる最大の方法というのは、東京とか大阪にある大都市の企業にから企業誘致をする、大きな工場とか研究所が来てくれればこの地域はまた経済が盛り返すんじゃないかと。だけれども実はもう来ないんですね。地方に進出してきた企業というのは今はアジアに進出していますし、次はインドに行って最後アフリカに行くというふうに言われていて、今実はいくつかの地方では少しずつ全く違う地域の経済の活性化の策が実は打ち出され始めています。人口減少しても豊かに暮らせる街、例えば今までは車でなければどこにも行けないような街をどんどん作ってきた、その分でも道路が必要で道路を作ってきたわけですね。そうじゃなくてどうやったら車は使わないでも歩いてでも友達とお茶ができるような街を作るかということに実はシフトしていく必要があります。これからそうした投資が地域を一つは支えていきます。もう一つはエネルギーです。日本全体で海外から26兆円ものお金を支払って石油石炭天然ガスを買ってきてるわけです。でももしこれを1割減らして国内の経済に回せば2兆6000億円の消費や投資につながる。省エネルギーだとか再生可能エネルギーに地域でみんなで投資をしていけば、そこは実は今まで外に支払っていたお金が減って中で回るようになりますから、地域の雇用だとか所得につながっていく。長野県だとかニセコ町だとかいくつもの地域が実はこうした街づくりを始めているんですね。面白いことに逆に外から人がどんどん増えてくると逆説的なことが起きていまして、やはり人々の課題を解決するということこそが実は地域を良くするし日本を良くするし何より経済を活性化させる。